この計画性のない性格無理。これ前回のチャリ旅で学んだことなんだけど、うん、本当に夜道って苦しいの。ちょうど100キロやで。ちょうど100キロ。100キロ。イエーイ。映していい？もうすぐ出るはず。どこに100キロって言ってる？あれ130キロになった。おい増えてるじゃん。最低でも1日30キロ歩けば5日間で150いけるから。127キロ。坂って本当やば。みんな坂嫌がっとるわ。真剣に何を持っていくか考えよう。え、パンツさ、もうこれだけにする？それは不衛生。洗えばいいよね。うん、洗えばいいからなんか巻いとこう。私一回考えたことあるんだけどさ、うん、トイレットペーパーをパンツのように巻いたらさできない。これ同盟ね、下着置いてく同盟組んで。いい景色、あと服も同盟組んで服全部置いてくっていう同盟。あと、もうヘアアイロンとか持ってきてもない、もはや。私もあと何持ってきたっけな。マジで荷物やだ。クレーションと眉毛とか持ってきたんや、一応。へぇ、置いてく。眉毛だけ持ってこい。眉毛だけ描いたら変じゃない？それコスメは保留だな。時間なさすぎて起きたまま負けてしまったから。なあ、でもよくはなってるけど。私あのさっき最終面接受けてきたからちょっと顔は大事だった。これだけは持ってこうかな。ちょっと決意として、あの教材の勉強の本。パンツとか捨てといてなんだけど持ってくべきものはちゃんと持ってった方がいい。私上着も捨てる、もう決めた。上着ももういらない。寒かったらその時考えよう。警察署の前だから止めとこう。イエーイ。これで行きまーす。してもらうけどさ、自分の髪型見て。さあ、なぜ走ってたかっていうと、急に就活の一応最終面接が午前中に入れちゃって、駅に荷物を預けて、あのスーツに着替えて行ったけど、靴を歩く用の靴に変えてたんだよね。だからパンプスに変えなきゃいけなくて、会社の目の前でパンプスに履き替えて、で元々の運動靴を会社の茂みに隠して面接に行ったから走ってました。気づいたら神奈川に入ってました。今6時18分で東野川っていう神奈川のところまで来ました。あと110キロ。そうで、今泊まる場所を決めようと思います。目的地の道からあんまりそれたくなくて、で6キロ先にセンター南駅っていうのがちょっと栄えてそうだったんで、そこ目指します。紹介が遅れたけど、この女は丸太島で飛行機を乗り逃した女、ひかり。なんだっけ、本当だ、室内遊園地だって。国内最大級の室内遊園地だって。明日行く？午前中。センター南駅周辺ちょっと栄えてるって言っても、港南あっても必要大工するやつ都会にいないから。ごめんなさい、近づいたらセンター南は結構でかかった。落ちたら死ぬエスカレーターある。センター南すごい、カラオケもあるし、何薬局もなんだっけ、あれスタバもあるし、私の地元よりずっと栄えてたわ。ごめんなさい、トイレチップ28枚買った。いいホテル見っけ。ここ何時に寝なきゃいけないとかある？ね、9時出発する？めちゃくちゃ早起きだよね。8時に起きなよ。きついかな。なぜ私たちが今日22キロしか進まないでいいところで止めてるかっていうと、過去の失敗があるんですね。1回目は幻博覧会を目指して歩いたんですよ。結局63キロくらい、50キロ地点くらいでマックでお腹減って感動して、3キロ先のホテルと13キロ先のホテルがあった。確か13キロ先のホテルを取っちゃえば行くだろうと思って、63キロ先の伊勢原のホテルを取ったら、最後の 300m に30分かかりました。で次の日足が使い物にならなくなっちゃったから、ちょっと1日に60とか70進むのはもう厳禁で、それを生かしてたのが2回目は山手線から。長距離は山手線はマジで余裕で、休憩とご飯、これをしっかり取ることで割と余裕だったよね。で帰り新宿から国分寺帰ってたけど、途中下車しようかなってぐらい元気で、それも電車内で80代のAV 女優デビューっていうニュースを見て、その記事からわざわざサンプル動画に飛んで、80代のね、あの生い立ちを二人で片耳イヤホンで聞いたら萎えちゃってやめた。で3回目が羽田空港、往復70キロの羽田空港を目指して歩いてたんだけど、羽田空港の2駅前くらいの、なんか聞いたこともないような駅で、穴掘り稲荷絶対読み方違う。とにかくで穴掘り稲荷で、学校の
提出物を出さなきゃいけないことに気づいて、あと2駅分ぐらい歩けば着いたのに、急遽渋谷のパソコン持ってる友達のところまで帰って、だから私は到着できなかった。光は一人で残されたまま、そのまま歩いて到着したらしい、一人で。まあ、それらの失敗を生かして今日があるから、何も無理な挑戦をしてるわけじゃなくて、本当に成功しようと思ってるんですよ今回。だから明日も計画的に進みすぎずに頑張ります。卒論がやばくて、卒論明日までなんだよね、提出。ひかりちゃんと協議の結果、明日はまず9時出発。今ね、幻博覧会まで残り105キロ。明日の目標は、ここから35キロ進んだ平塚と大磯の間くらい、海の手前まで行こうと思って、でそこから先がね、ずっと海沿いを行くの。だから多分昼間に通ったら、わぁ、海だーって感じだと思うんだけど、夜通るとね、蘇る記憶が。その手前で明日は泊まって、で3日目の朝、朝日を浴びながらオーシャンビューでずっと行きます。そういう作戦、もう寝ます。おやすみ。おはようございます。朝10時出発。見て金子、これ君が食べたことない鍋キューブが100円引きだった。大好き。100キロ切って99キロ、いいね。昼寝をします。おやすみなさーい。おやすみなさーい。私10分のアラームで起きたけど起きない。起きた。うわわわわ、ズルシアだ。どうする、どう出てきた。え、なんか臭くない、出てくる。この距離でも登場と同時に臭いんだけど。笑ってる。怖い。ちょっとなんだかわからなすぎる。マジでなんだかわかんないんだけど、毛の生えた岩みたいな。あ、急ぐ気ゼロで、私全くそれずズーラシアがあったから来ました。食べちゃったけど、ズーラシアバーガーらしい。ズーラシア回ると 4.5 キロかなり足を取られるから、今からマップを見て希望を出します。光の第一希望はホッキョクグマでしょ、うん、夏じゃないから寝てないよね。うん、手張ったやつが好きなんでしょ。しんどそうにしてるな。この夏はしんどくないな。私ゾウが見たかったけど、入って早々にいた。親バクと子バクがいる。キョブを見つめてる。フェイクアパンダミルクを飲む。ほら、下長い。今12キロ歩いたんですけど、前回幻博覧会を目指して失敗した時と同じ足の感覚がかなり予兆が。どうしよう、今日はなったら本当に絶対無理。4日目に40キロ進んでます。ローテンションすぎてやばい。今日もありましたね、この間。いや、昨日も無理してないよ。ズーラシアめちゃくちゃ楽しかったんだけど、本当に行ってよかった。面白い動物と人間いっぱい見れたけど、時間と体力を捉えすぎましたね。まあこれが計画性の噂なんですけど、進んだ距離は12キロだけど、歩いた距離は 18.1 キロ。ズーラシアの寄り道で6キロ捉えてる。結局一周しなかったけど、半分のところで折り返したから結構歩いちゃった。まあのんきにお土産コーナーも見たし。そう、さっき言った予兆っていうのは筋肉痛とかじゃなくて骨が痛むんですよね。はい。7時半、綾瀬市ど真ん中です。雨が降ってきましたね。で、私たちが今目指しているのは本厚木ですね。理由は後ほど。頑張るぞ頑張るぞ。あ今9時で厚木あたり歩いてるんですけど、あっちに見える青い橋、あれ2年前幻博覧会目指して失敗した時に通ったんですよね。でこっからさらに伊勢原まで1日で歩いたんで、こりゃ失敗するよなって感じです。今回2日目にここ通っているのが本当成長感じて誇らしいですね。着替えた時に気づいたんだけど、昨日の快活のやつできちゃった。ごめんなさい。え、見て足の皮やばくない？なんかめっちゃ気持ち悪いよね。安心する。あ、監督させてもらった足裏絵本発売中です。わかりづらいけど、本当はこのセンター南からピャーって降りて35キロ先のこの辺、平塚とか大磯に着きたかったけど、バーッと降りてこの綾瀬市ら辺で横にそれて本厚木、今ここに来ましたね。
こう来たかったのにこう来たのね。お風呂入って湿布貼って超絶眠いんだけど、なんで本厚木に来たかっていうと、まず今日の宿を決めようって綾瀬市でなって、綾瀬市から平塚ってね14キロ先なの。その時点で7時半とかだったんだよね。だからうまくいっても10時過ぎるなって感じで、卒論の提出がさ今日の0時までだったからダメだってなって、で綾瀬と平塚の間に泊まりたかったのね。でもマジで一軒もネカフェもホテルも民宿も何もなくて、さすがにお風呂とか入りたいし、だからちょっと道を逸れて行くしかないなってなって、まあ、ちょうどよかったのが本厚木で、も何の後悔もなくて、歩きながらちょっと光ちゃんと喋ってたんだけど、ズーラシアマジ楽しかったよね。800円であんなに楽しくて、あんなにいい気持ちでお昼ご飯を食べれたから、何の後悔もしてなくて、このズボンさこれ破けてんだよね。カルピとラブラブだからさ、バリアン泊まった時にビリヤード台があって誰もいなかったの。だからねビリヤード台の周りでちょっと走り回ったんだよね。そしたらぶち転んで破けちゃった。本当に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 ライオンだ。近すぎちゃってどうしよう、可愛くってどうしよう、富士サファリパーク。早く勝負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 